どういうこと？どうして反応しないの？参ったわね。まさかあなたみたいな子にしてやられるなんて。でもね、ここで終わるわけにはいかないのよ。動くなと言っている。
どうなったんだ。カリンさん、その人は早かったんだ。ダルの方が一瞬だけ。よくやった。終わったよ。何もかも。行こう、おじさん。いつまでもここにいるのはよくない。そうだな。カガリ、歩けるか？また会おうな、クリス。それじゃあマユシ、私たちまた来るね。それにしてもあれは何だったんだろう。あれって、あの女がカガリにマキセ・クリスの記憶をダウンロードした時、
うまくいかなかったんだよ。ただシステムがうまく作動しなかっただけじゃないん？ダルニャンの言う通りだにゃ。考えすぎることないにゃ。うん、そうなのかな。なんか気になるんだよね。そういえばあの時、うん、でもちょっとカガリ、言いかけて途中でやめないでよ。気になるだろ。あの時声が聞こえたような気がするの。声？うん、頭の奥で。誰だかわからないけど、ダメって。私あの時のことをほとんど覚えてないから、ただの夢か何かだったのかも。アマデウス、もしかしたらアマデウスじゃないかしら。クリスが最後の最後で自分の記憶をカガリさんに上書きされるのを拒んだんじゃないかって。だが今回はその原因であるアマデウスとクリスの記憶そのものを消去した。原因が取り除かれればそれによる世界線の変動は起きない。そういうことだろう。で、これからどうするん？そうだな、いろいろやるべきことはあるがその前に、さて、皆に俺からプレゼントだ。これはラボメンバージ。俺たち全員がこのラボのメンバーである証だ。
私の宝物一つ増えちゃった。私、クリスとオカリンさんが仲良くなれた理由、なんとなくわかる気がするわ。私も父さんたちがどうしてあんなにもオカリンおじさんを頼りにしていたのか、やっとわかった。私もママがオカリンさんをずっと好きなの、わかるな。カガリちゃん、違うよ。マユシーはオカリンの人質で、だからそういうのとは。I didn't realize my error was in the room, but that was a pretty bold confession from Kagari. ちょ、なんこれ、オカリンだけモテまくり、許せん。リアチェ爆発しろ。 Yeah, that's what harem games are like. Sorry, Dario. 父さんには母さんがいるでしょ。ああ、俺だ。何？いつになったら助けに来るのか、だと？慌てるな。今はまだその時ではない。俺を誰だと思っている？いいか、狂気のマッドサイエンティスト、フォーを隠居間に二言はない。だから、しばし待つがよい。お前を絡め取るその時の呪縛から、いつか必ず俺エル、プサイ、コングルー。お、来た来た。お久しぶりね、みんな。あー、真帆さんだ。すごく会いたかったよ。てってるー。お久しぶりです、真帆さん。元気そうで何よりだにゃ。みんな相変わらずで安心したわ。そっちこそ変わってないね。どうせ私は小さいわよ。そういう意味で言ったんじゃないって。分かってる、冗談よ。うどうしたの？この一年真帆さんに会えなくて寂しかったよ。ちょっとそんな抱きつかなくても。だってごめん。本当は夏にも来たかったんだけど、大学の方でもいろいろあって。遠いところよく来てくれた、真帆。当たり前よ。私だっていろいろと関わってきたんだもの。この目で見届けるのが務めだわ。でも本当にいいのか。この一年の後処理が無駄になるんだぞ。無駄になんてならないわよ。第一、この世界の未来が過去につながるって言ったのはあなたでしょ。だから私はこの世界で私がすべきことをやっただけよ。ああ、そうだったな。
まったく。どこにも捕捉されないようになんて注文つけるから結構大変だったのだぜ。抜け穴見つけるのにめっちゃ時間かかったんだからな。さすがだ、マイフェイバリットライトアーム。あ、何気に懐かしい響き。でも、オカリン、本当にいいの？そうだにゃ。またそのことで、キョウマが辛い思いをするんじゃないのかにゃ？かもしれないな。カガリさん、不安ですか？だって、もし過去が変わって平和な時代が来たら、ママと出会えなくなっちゃうかもしれない。カガリちゃん、心配ない。アトラクタフィールド理論では、起こるべきものは必ず起こる、そう決まっている。世界線が変わろうと、君はマユリに出会うはずだ。本当？ああ、俺が保証する。ママ！よかったね、カガリちゃん。オカリンが保証してくれたら安心だよ。未来でもきっと会おうね。おじさん、ありがとう。礼を言われることじゃない。もともとは俺が蒔いた種だ。うん、それでも言わせて。ありがとう。そのセリフ、父さんにも、父さんにもプリーズ。父さんもありがとう。もっともっと上目遣いで目をうるうるさせて言っておくれ、マイドーター。